はいみなさん、こんにちは、ゆうとぴアです。今回は、煙突から焼肉が降る家、ということで紹介した家ですが、そちらの方にコメントが届きまして、作り方を教えてほしいということだったので紹介したいと思います。今回は簡単に音符ブロックの家を作ったので、そちらで紹介していきたいと思います。今回使う材料ですが、レンガブロック、 看板、溶岩フェンス、トラップドアです。真ん中に四マス開けて煙突を作っていきたいと思います。四マスじゃないとダメです。そしたら上にまた四マスさしていきたいと思います。そしたら二番下から二番目に看板を設置します。 はい、設置が完了しました。そしたら上に溶岩を垂らしていきたいと思います。看板があることによって下に流れることはありません。そして看板が燃えることもないので安心してください。下から見るとこんな感じです。そしたら一マスブロックを出します。 そしたら周りに牧場を作っていきたいと思うので足場を広げていきたいと思いますサガンブロックなどでデザインをつけてもいいかもしれませんでも今回はレンガブラックだけでやりました大きさはどれだけでもいいと思います はい、完成しました。こんな感じです。これぐらいの広さがあれば大丈夫です。下に松明を置き忘れないように気をつけてください。そして動物たちが外から落ちないように周りにフェンスを設置していきたいと思います。餌もちゃんとあげてくださいね。 こちらでか、OK、です下から見てみましょうはいまあこんな感じですそして煙突の上の部分空いている部分にタラップドア設置しますこれは開け閉まができるので楽チんですそして開けている状態でも動物モンスターたちはそこにブロックがあると思い落ちる確率が高くなります ここにはどんな動物を置いてもいいのですが、今回は牛さんを置きたいと思います。何匹置いてもいい,ですい,いのですが、少なくても構いません。ですが、下からはしごを伸ばして繁殖できるようにしましょう。試しに1匹落としてみました。 下に行ってみるとステーキをゲットできます。上に溶岩があることによって焼肉に変わります。作ってしまえば楽ちんです。はい、作り方どうでしたかご視聴ありがとうございました。